京ディズニーリゾートよりお知らせいたします。皆様とキャストの健康と安全のためお願いがあります。消毒液をご用意しています。体調が悪化したり気分が優れなくなった場合はお近くのキャストにお申し出ください。なお本日は大変気温が高くなっております。水分補給をこまめに行い適度な休息をとるなど体調管理には十分気をつけてパークをお楽しみください。 This is a Tokyo Disney Resort announcement. To promote the health and safety of our park for your use. During your visit, if you do not feel well, please contact the nearest cast member. Also, we are experiencing very high temperatures today. Be sure to take frequent rests.And stay hydrated.5分前後の待ち時間でご案内してます。
Thank you.
行ってらっしゃい。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつ、一番前の列でこっちの通路から2番目だな。白い派手な甲羅の大人だ。こんにちは。名前はなんて言うんだ。シュンです。おしゅん、俺たちウミガメの挨拶ちゃんとやってみようぜ。最高だぜ。バッチリだ。みんな彼に拍手しようぜ。次、こっちの前にしよう。こんにちは。こんにちは。名前は？綾乃です。綾乃、よろしくね。綾乃、今何歳？5歳です。まだ卵から帰ったばっかりじゃないか。じゃあさ、綾乃、今日は誰と一緒に来た？こっちの通路から2番目だな。黒っぽい甲羅で長い二枚貝ついてる人が元気にひれ上げてくれた。4番目か、ガイさん。そうそう、そこの黒い大人だ。こんにちは。こんにちは。名前は？ミラクです。ミラク、よろしくな。質問なんだ？最近 YouTube 始めたんですけど、どうやったらバズると思いますか？知らないよ。ごめんな、言ってる意味全然わからない。YouTube 頑張るしかないんじゃないか。ごめんな、ちょっと俺さ、リクのことよく分かってないからさ、流行ってる中で今やっても多分うまくいかない気がするな。だって周りがみんなやってるってことなんだろ。その中で自分だけなんか良くなろうっていうのは多分難しいんじゃないかな。みんな彼に応援の拍手しようぜ。お前実際行動ぜ。よし、今度は俺が答えるぜ。質問あるやつ開いて。せっかくだ、何でもいいぜ。じゃあ、こっちの後ろ行ってみよう。一番後ろかな。そうだな、通路側にしようかな。通路側で大人が元気よくひれ上げてくれてるんだぜ。いい話してみたいな。こんにちは。これじゃあ。名前は？佐藤です。佐藤、よろしくな。質問は何だ？最近彼女できなくて困ってるんですけど、クラッシュ の女の子の落とし方ってありますか？なもんはないよ。落とし方なんてもんはないさ。それはそういうことじゃなく、自分の気持ちの伝え方だよな。それが一番だと思うんだ。俺なんか自分の思ったことすぐに言っちゃうタイプなんだけど。なに、佐藤は今彼女がいないのか？いないです。彼女は欲しいとか今思ったりしてるか？めっちゃ欲しいです。なんか真剣だな。分かったぜ、ここで話すの何かの縁だしな。じゃあ俺が協力してやるよ。この中で佐藤の彼女になってもいいってやつ切り上げてくれ。
おお、喜べ喜べ、前の方でおちびちゃんひれ上げてるぞ。よかったら後で話してみてくれ。お前たち最高だぜ。みんなと話せてすげえ楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。